ずいぶん早いお帰りで。起きた。それに井上、長倉。局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。何の話だ。カモさん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。あなたがあの総集ラッパ風魔由来の剣術水戸天狗流の宗家ということもね。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎている。今日の道場で偶然知り合った罪人同然だったあなた方を身風浪士組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。起きた。安心してください。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。芹沢かも、覚悟。あれは起きた。おい、ゴロ、起きろ。なんやねん。な、カモさん。来るな。お前たちは来るな。カモさん。死ね。芹沢。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿。さすが水戸天狗流、掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうか、どうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、鴨さん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。鴨さんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、カモさん。
総司たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ない。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。沖田総司は浪士組一の剣豪として勤皇志士たちの間でも名が通ってる。この三部浪士組の顔とも言うべき存在だった。その総司が斬られて死んだとなりゃ浪士組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免。幕府からも見捨てられ解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。やめろ。グロ、ジュースケ。俺は非常な人間でね、マナ弟子が死んだってのに頭ん中は浪士組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。なんやと。俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分浪士組を作ったんだよ。でそれを実現するにはあんたたちの力がどうしても必要だ。どうだい、今日からあんたたち第二の人生ってやつを生きてみねえか。そうしてその日から芹沢鴨は井上源三郎に、平間重助は長倉新八に、そして平山五郎は沖田総司へと生まれ変わった。鴨さん最後の仕事、吉田東洋暗殺がきっかけとなってな。一年前にそんなことが。以来俺たちは名を三部浪士組から新選組へと改めた。芹沢鴨が乱暴狼藉の末粛清されたという噂を流し、浅葱色の派手な羽織で装うことで過去を払拭し事実を隠した。沖田総司っていや美少年で通ってたから、そこの五郎ちゃんにはこの面で自分を美少年と言い張らせたもんだ。そして万が一にも秘密が漏れぬようハットを作った。体を脱するは死罪。あのハットのことか。ああ、いつの間にか新選組全体の掟になっちまったが、ハットはもともとこの秘密を知る七名、近藤、土方、山並、東堂、そして水戸組三人の口封じを目的として作られたものだったってわけだ。そうだったのか。俺は鴨さんの剣術、水戸天狗流をどうしても新選組に取り入れたかった。だから鴨さんが元さんになった翌日から市営館出身者は皆天狗流の指南を受けたんだ。そして俺はその剣を天然理心流と改称し、京の町から世に広めていこうとした。市営館の独自流派としてな。そうすりゃ強さを求める手だれの剣士たちが新選組に集まるって考えたのさ。結果7人しかいなかった組は急激に拡大。佐之助や伊藤さん、武田といった有名な剣士の加入もあって今の規模になった。じゃあ俺は
あんたの仕掛けた李信流の風潮に引っかかった一人ということなのか。でもその結果、あんたはこうして新選組に入り、事の真相を知りうることができたというわけだ。人生とは何があるか分かったもんじゃねえな。龍馬さんよ、これが新選組と天然李信流の真実だ。そしてあんたが追いかけてた覆面の男の正体、そりゃ井上源三郎として生きた芹沢鴨だったということだ。きっと鴨さんは、はじめちゃんに対して後ろめたい気持ちがあったんや。池田屋で松原がはじめちゃんの秘密をばらそうとした時、背後から突然切ったんも、はじめちゃんを守るためにやったんやと思う。せやなかったら、あのカモさんが敵を後ろから切るような真似するわけないしな。井上は俺の目的を知りながら新選組にとどまれるよう手を貸してくれていたということか。カモの恩返しちゅうとこやな。ほんまあの人らしいわ。全てを知った今の心境は。正直まだ釈然としない。どうして井上は東洋のおやっさんを殺さねばならなかったんだ。水戸藩経由で頼まれたらしい。仕事を成功させたら俺らの脱藩を取り消してもらえるという条件だな。水戸藩からだと。じゃあおやっさんを殺そうとした奴は水戸にいるってのか。それはわからん。最後までカモさんは喋らんかった。影として生きる者の習性やな。それじゃあ俺はこれから先何を追いかければいいんだ。龍馬さんよ、一つあんたに確認したい。もし今吉田東洋の殺害を依頼した人間が誰なのか知ったら、あんた復讐のためそいつを殺しに行くかい。わからない。だが覆面の男の正体を知った今、一つだけはっきりしたことがある。なんだよ。俺は復讐がしたかったんじゃない。真実が知りたい。それだけなんだと。その言葉を聞けて安心したよ。今のあんたならこれから俺が話すことを受け止められるだろう。うん。なんだ。どうして俺があんたが本物の坂本龍馬だと知っていたか。それは鴨さんから報告を受けてたからだ。そしてもう一つ、鴨さんから報告を受けていたことがある。それは鴨さんに吉田東洋殺害の依頼をした男の名は坂本龍馬だ。まさかもう一人の坂本龍馬が。例の小無双の坂本龍馬よな。ああ、そして今になって奴は覆面の男だった源さんを殺した。おそらくは吉田東洋暗殺の口封じのためにな。クソが。驚くのはまだ早い。今そのもう一人の坂本龍馬がいるのは寺田屋らしい。隊の監察から知らせがあった。
寺田屋にもう一人の坂本龍馬が。寺田屋はあんたの定宿らしいじゃねえか。つまり二人の坂本龍馬が寺田屋を宿にしているってことになる。どうなっとるんや。以前からたびたび坂本龍馬は寺田屋を使ってたようだ。京で活動するときの拠点の一つなのかもな。とにかくそれで今伊藤さんと武田の五番隊が寺田屋に向かってる。寺田屋に踏み込むつもりってことか。せやけど連中の手に負える相手やないで。その坂本龍馬は芹沢鴨を仕留めたほどの男やぞ。そうやすやすと捕まるとは思えねえな。もしここで取り逃がせばもう見つからなくなるかもしれん。龍馬さん、いや斉藤さんよ。あんた斉藤をはじめとして寺田屋襲撃に向かい、伊藤や武田より先にもう一人の龍馬を捕まえねえと。あんたが追いかけてきた吉田東洋殺害の謎は永久に闇の中だ。分かった。近藤さん。ん？全てを教えてくれてありがとう。俺は新選組に入ったことを後悔してない。そうかい、ならよかった。ほら早く行け。ああ。ほな行くで。源さん、敵討ったるか。はよ寺田屋に行くで。ほな行くで。はじめちゃん、誰か知らんけど相手は半端な腕やね。気抜いたらしまいや。ええな。はじめちゃん、やっぱダメな子や。ちょ、待ちや。おい、気ぃつけろや。はじめちょ、待ち。何すんねん。斉藤君、君も来ていたのか。伊藤、この寺田屋に井上さんを殺した坂本龍馬という土佐者が潜んでいる。今から踏み込む。ああ、わかだが君は必要ない。この件は私と武田の五番隊でやらせてもらう。何だと。君は新入りの隊長だ。先立っての池田の一件しかり、敵を取り逃がすようなことをされては困るのでね。
それは。とにかく余計な手出しは結構。ここは今、参謀である私の指揮下にある。いや、ここの指揮は一番隊に取らせてもらうで。沖田君、君までやってきたのか。まあ聞けや伊藤班。今さっき局長と会ったんやけど、あんたにええ話があるらしいわ。え、局長が。なんや、引退の相談をしたいらしいわ。何、近藤局長が引退されるというのか。わしもようわからんけど、あんたを豚所に呼び出すよう仰せつかったんや。ここの試験はわしに任せる言うてな。出任せじゃないだろうが。沖田君、言うまでもないが、もしその話が嘘だったら切腹者だぞ。別にええで。せやけど副長に次期局長の座を奪われたくないんやったら、早う行った方がええんとちゃうか。私は豚所に行く。あとは一番隊に任せよう。助かった。伊藤は何より局長の座を狙っとるからな。苦しい言い訳やったが、あとは勇美ちゃんがうまいことやってくれるやろ。それより邪魔者はおらんようになったで。坂本龍馬を殺す資格があるんはわしかお前だけ。ああ、だが一つその前にやっておきたいことがある。なんや。踏み込む前に寺田屋の女将と女中を逃がしてやりたい。長いこと世話になってる。切り合いに巻き込みたくない。気持ちはわかるが、しゃあないやないか。逃がすっちゅうても、どうやってこの状況で知らせるっちゅうねん。裏口から回ってどうにか合図を送れればいいのだが。なあ、面倒やな。わしはもっと正面からババッと踏み込んで思いっきり暴れたいっちゅうのに。わかった。そやったらとりあえず裏口に回ろうや。それでええな。ああ、大丈夫だ。ほな行くで。裏口から静かに入るんや。こないな時間に風呂か。優雅なもんやな。音がしている。誰か入ってるな。はじめちゃん、覗いてみる。案外例の坂本龍馬かもしれんで。聞いてくれ。今この宿を新選組が囲んでいる。え？坂本龍馬って客が来ているな。2階の客間か。せやけど、なんやの。もうすぐ新選組がここへ突入してくる。お前は静かに女将さんたちを連れて寺田屋から逃げろ。坂本さんを新選組が。詳しい話は後だ。急げ。行ったようやな。よし、そしたら行こうか。はじめちゃん、お逃げください。坂本様、新選組が来ます。
あれば、お涼の声。どういうことだ。迷うてる暇はない。もう行くしかないで。新選組じゃ。踏み込んできよった。入り撃てないよ。こっちだよ。おもろなってきたやないか。行くで、はじめちゃん。Yeah.
二人でわしらの仲間を、なんちゅう奴らじゃ。お前が坂本龍馬。坂本先生にはわしらが指一本触れず。
お前がもう一人の坂本龍馬なのか。誰なんだお前は。お前の目的は何だ。なぜ俺の名を語る。答えろ。お前がおやっさんを殺させたのか。そうなんだろう。なんとか言え。カモさんの仇や。何やと。はじめちゃん、窓や。窓から逃げよった。おうで、はじめちゃん。はじめちゃん、まさか兄弟が。踊るな、そこ動くな。見回り組の佐々木か。何の用や。こないなとこで何しとんねんお前ら。見たらわかるやろ、不定浪士の取り締まりや。ほう、そりゃご苦労なこっちゃな。せやけどこっから先は見回り組が預からせてもらう。なんやと。聞こえへんかったんか。坂本龍馬は見回り組が預かる言うとんねん。ななんだと。これは幕府ご公儀の命令や。これ以上坂本龍馬の件、新選組の手出しは無用。ふざけんなや。坂本は新選組の幹部殺した男や。それを手出し無用とはどういうことやねん。さあの、文句があるんやったらお上に言うたらどうや。わしらに命令した幕府のお役人に。くっせ。おい、誰なんだ。見回り組にその命令を出した役人ってのは。ふん、幕府軍官奉行並み勝林太郎や。勝林太郎。余計な詮索はせんこっちゃ。その方がお互いの身のためなんとちゃいまっか。
謎だらけの三番隊隊長さんよ。しかし見回り組に邪魔されるとは思うてもなかったな、はじめちゃん。どないしたんや。さっきから様子が変やけど、なんかあったんか。いや、なんでもない。ちょっとな。うん？やってくれたな、お前ら。おう、伊藤藩やねんか。それに武田に平助まで。どないしたんや。とぼけんな。近藤局長の引退の相談って、あれは飛んだホラじゃねえか。ああ、なんやそれ。よう覚えてへんな。バカにしとんのが悪い。お前の嘘のせいで坂本龍馬取り逃がしてしもうたやないか。そない言うんやったら五番隊も残ってればよかったやないか。伊藤藩に尻尾振ってついてったくせして、よう言うわ。なんやと、我舐めとんのか。まあまあ落ち着いて武田さん。沖田さんもそんなに煽らないでくださいよ。なんや平成、お前どっちの味方や。別に俺はどっちの味方でもないですよ。ただ最近の近藤さんは何を考えているかわからない。なら伊藤さんが局長になった方がやりやすいとは思ってますけど。平助、お前もういい。平助、こんなバカ相手にしててもらちがかねえ。いいか沖田、これだけ覚えておけ。俺が新選組局長になった暁には古参だろうが剣の腕が立とうが容赦しねえ。俺の方針に従わねえ奴は全員粛清する。いいな。あんたもただの狂犬で終わりたくなかったら平助のように身の振り方考えるんだな。行くぞ。今の新選組の人どっかで見たWe'll be right back.
本当のことを教えてくれ、オリオ。なんで坂本龍馬を逃がした？それはお客さんが追われてたんを助けよう思っただけや。だが下手すりゃお前も坂本を助けたと新選組に切られていたかもしれない。自分の命張ってまで助けるような客なのか、坂本龍馬。そうよ、うちは寺田屋のお客さんが新選組に狙われてる言うなら誰でも助けます。それが寺田屋で働く者の務めです。そうか、それならいい。俺はここを出ていく。新選組の一員だ。俺がここにいれば新選組のことをそこまで憎んでいるお前を苦しめるだけだ。いや、それは世話になったな。はじめさん、もうええんとちゃう、お涼ちゃん。そろそろほんまのこと話してくれてもええんやないの。おかみさん、あんたなんか隠してるやろ。そろそろうちにも教えてくれへん。どういうことなんだ、落とせ。実はお涼ちゃんね、はじめさんを追ってこの宿に飛び込んできたんよ。ね、お涼ちゃん。俺を追って？せや、斎藤はじめさんいうお侍さんの世話をさせてほしい言うてね。てっきり最初は片思いでもしてるもんやと思っとったけど、どうもそれだけやないみたいでね。はじめさんが出かけた後追いかけて行ってみたり、部屋の様子を掃除しながら調べたりしててね。なんか目的があって近づいてきたんやと確信した。どういうことなんだ、お涼。さっきの坂本龍馬はんとなんか関係があるんとちゃうか、お涼ちゃん。あんたはじめさんのこと好きなんやろ。離れ離れになりたくないんやろ。せやったらちゃんと話した方がええ。好きな人に一生疑われたままやったらそない悲しい話はないでな。わかりました、お話しします。うちは寺田屋に来る前から勤皇派に協力していた女です。最初は些細な町の噂とかそういうのを坂本さんのお仲間に教えたりしてました。それが勤皇のお役に立つからっていくらかお金を受け取って。うちには今も床に伏せている母がいます。その薬代に充てるためでした。でもある日、次からは斎藤はじめいう人のそばに行ってその人の行動を知らせてほしいって言われたんです。坂本龍馬にだな。あなたがいつ
どこに出かけるのか、誰と会ってるのか、寺田屋の女中として分かる範囲でいいから報告してくれって。うちもそのくらいならええと思ってました。あの夜までは。これお涼ちゃんを雇った日に寺田屋に置かれていったお金。誰が置いていったかもわからんかったけど、多分坂本さんやったんやね。うちがお涼ちゃんを雇い入れたことへの見返りとして。坂本龍馬とはどこで知り合ったんだ？もともとうちの父が勤皇の活動家やったんです。それが幕府の役人に捕まって、何人にも囲まれて切り殺された。もう何年も前。その後京に登ってくる勤皇派の志士たちが死んだ父のお見舞いに訪ねてくることがあって、坂本さんはそういう人たちの一人でした。そしてお金に困ってるうちらに手を差し伸べてくれた。はじめさんに言うてもせんない話やけど、侍同士の争いに翻弄されるのは何の力もない女子供や。お涼ちゃんかて巻き込まれたくて巻き込まれたんとちゃう。女一人母親背負って生きるためにしたことや。はじめさん、お涼ちゃんを許したって。おかみさん。お涼、もう一つ聞かせてくれ。わざわざお前を使って俺を監視してた坂本龍馬がなんで今日になってここに現れた？いずれ俺と鉢合わせるのは目に見えていたはずだ。それはうちにも分かりません。せやけど坂本さんは今日でやらなきゃいけない仕事がある言うてた。うちが聞いたんはそれだけです。今日でやらなきゃいけない仕事。なあはじめさん、これからお涼ちゃんをどないする気？もうええです。おかみさん、覚悟はできてます。はじめさん、見損なったでしょ、うちのこと。いや、俺にはそんな資格はねえ。俺もあんたらを騙していたんだ。名前を偽っている。俺の本当の名は坂本龍馬なんだ。え？それってはじめさんが坂本龍馬？でもそれやったらうちが会うた坂本さんは？そいつは俺の名前を語っている偽物だ。俺の恩人を暗殺させた黒幕で、口封じにその刺客を殺した。長崎ではイギリスの武器商人とつながっているらしい。そして、竹地半平太と同じ火傷を背中に背負っていた。でも竹地さんって。わからねえ。兄弟は
土佐で腹を切って死んだはずだ。それにあいつにはおやっさんを殺す理由もない。俺にももう何がどうなってんのかわからねえ。はじめさん、富士の太田、坂本龍馬に会いたい。何？もし会いたいんやったら、新選組の人でうちと同じように坂本龍馬とつながってる人がいるの。その人を捕まえればもう一度坂本龍馬に会えるかも。誰なんだ？その人は。監察役、山崎進。山崎進。あいつが。